民族指導者金正恩氏が釈放されるよう、日本政府はビルマ民主化指導者アウン・サン・スー・チー氏と全ての政治集が釈放されるよう、日本政府はビルマ民主化指導者アウン・サン・スー・チー氏と全ての政治集が釈放されるよう、明日は行くよ。この総選挙が実施されますと、ビルマは完全な独裁軍事国家になってしまいます。自由も人権も平和も、そして希望さえもない国になってしまいます。国民の意思をもとにした1990年の総選挙を結果を受け入れ、民主主義が実現するよう、どうか日本の国民の皆様に、ビルマの国民が独裁ミャンマー軍事政権に弾圧されている現状を理解していただき、我々のリーダーや仲間の全てが一日も解放されるビルマ国民が望んでいます。真の民主化が実現しますよう、お力をお貸しください。よろしくお願いします。今日はビルマ少数民族指導者金正恩氏が釈放されるよう、日本政府はビルマ民主化運動指導者アウン・サン・スー・チー氏と全ての政治主が釈放されるよう、圧力を日本政府はビルマ民主化運動指導者アウン・サン・スー・チー氏と全ての政治主が釈放されるよう、圧力を滅亡させる政策をさせて展開しております。信頼代々暮らしてきた土地から少数民族たちを追い払い、親権や財産を賠償し、自分たちの文化や伝統を守ろうとする人たちを、どうか日本の国民の皆様に、ビルマ国民がミャンマー軍に責任弾圧されている現状を理解していただき、我々のリーダーや仲間のすべてが一日も早く解放され、ビルマ国民が望んでいる真の民主化が実現できますよう、ご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。ビルマ少数民族リーダーたち、金正恩氏が釈放されるよう、足を組む
けど増えないの。はい、本部の方ちょっと寄ってもらっていいですか。ずっと詰めてもらうから。はい、ちょっと詰めて。それの前に前に。また、6回目の軍事宣言は、ビルマの少数民族を滅亡させる政策を展開しており、先祖代々暮らしてきた土地から少数民族を追い払い、資源や財産を保持し、圧力！圧力！まあ、生まれてるやん。